どうもチェルインです。どうぞよろしくお願いします。終わったマジで。スマイル55ね、まあ、園田から佐賀に流れていったんですけども、結果です、マジで。おう、何の話、55に決まってるだろうと、これ、馬肉に55、まさに今、その一直線になっておりますが、おう、過疎っていうんだから、あんなのか、過疎ってこれ、ブモモだよ、これ、ブモモ、マジで。おう、どうすんだよ、マジで。どうすんだよ。55の反省会、実装前どういうことやんだから、ちゃんとやる。できない時もあるけど、俺、ちゃんとやる。俺にとって、まあ、すごく大事だから。うん。その状況をね、まあ、できる限りでありますけれども、まあ、お届けする、世に伝えていくのが俺の務めかなと思いまして、この間配信しなかったら何なのよっていう、何なのよと、これまさかちょっとお言葉返すようですか、女子ですかみたいな、まあ、とりあえずね、仕事を変えれなかったみたいな、意思を表明する上でツイッター流したけど、変えれませんでした、残念っていう、佐賀土砂降り警報55っていうね、こういう雨の時に走りたかった、マジで。なんて向いてないんだろうっていう、うんすら、まあ、重ままだったんだけどもね、うん、内枠ダメ、外枠ダメ。どないしてっちゅうのみたいな、これ。どないしてっちゅうのってマジで。佐賀に行ったのに、園田の時と同じ状況。ほんまに。まさにこれ、相手関係なくみたいな。もう、舐めとるやろ、マジで。舐めとるやろ、これ、どう考えたってっていう。うん。なんかもうね、悲しいです、マジで。悲しいですっていう。なんなんのこれ、ちょっとマジで本当に。どうなってんのなぁ。ダメなのか、本当に。もう本当に、もう1ミリも可能性ないのかっつー、これ。おかしいやろ。ちょっとなぁ、もうあらゆるももうな、山口功レジェンドにも捨てられ、どうにもならんよなっていうマジで、とうとうプーちゃんだけなのねっていう、まあ、今も昔も変わらずみたいな、去年も勝ったの、うん、プロバイドだけですっていう、うん、中田君、コーチ早くも5勝っていう、まあさすがっすねっていう、佐賀にも来てくれませんかっていう、中田記者頑張ってね、佐賀に来てくれれば俺も絶対乗ってもらったのにマジで、絶対乗ってもらったんで、中田君だったら結果出してくれると俺は思ってる、マジで。乗り方だけで人気、ただ下がり。まあそんなもんですよねっていう。うん。マジで、なんだよっていう。午後走らなくても美味しいご飯食べれるぞ、プロデューサーも、そうしようよって。まあ、誘うな、マジで。お前だけにしとけ、せめてっていう。きっぷりは追って、ほんの少し思ったけどっていう。まあでも、追ってやからね。うん。追ってあれだからもう、どうなんだろうっていう。やっぱ55には中田くんが似合うっていう。まあ、ジャパン55っていう逃げ馬はね。中田くんになぁ、乗って。まあでも佐賀だからね。なんとかちょっと、コーチの次は佐賀みたいな。早く顔出して、コントロールとデスクトップってことだね、これ。どうも。どうもジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ってことでね、ちょっともう、働きすぎで、ちょっとわかるこれ、まぶたがピクピクしてきて、ちょっと痙攣して、あんま目がね、見開けませんがってことで、今日もやらさせてもらってますってことで、シンバに期待、まあ、シンバもちろん期待してるけども、なんなんとこれってマジで、そして最近なんか牝馬ばかり、よくわかんないけど、牝馬ばかりマジで、どうなってんねんっていう。座敷、なんだよこれ、座敷、なんだよこれ、何これ、牛みたいな。なんだよこれ。もう、ちょっともうあんま漢字を使わないでくれっていう。55かかってるの久々見たっていう。いや、前もね、基本、そう、てかね、それ、さすがね、山口さんはレジェンドだなと。うん。かかってるようにならないようにうまくさばいてるんだよ、ほんと。おで、まあ、ちょっとね、普通のジョッキーが乗ると、ああなるっていう、マジで。お生かしてやりゃいいのにな、もう、この際。おどっちやねんみたいな。お小瀬さん動画ね、ありがとうございますってことで、ちょっといろいろ振り返っていこうってことで、うん。ちゃんと働いてる。もうめっちゃ働いてる。もう今だって、ちょっと目がピクピクする。もう今頑張んなきゃいつ頑張るんだよっていうレベル。もうスタートダッシュを決めないと、もうまさに55になるから。もう、だからほんと頑張んなきゃっていうね。うん。これ YouTube で、一旦バズ落としてと。もう今頑張んなきゃもういつ頑張るんだよっていうレベルではほんとマジで。I wish I could ask you.How's your day? ってことだよね。そうそうそう。行こうか。うん。ボバを買うね、お前は暇だかって。なんか今までの傾向で言うとね、そんな感じ。ただ今年のボバはいけるんじゃないかなと思ってるけどね。今日の実戦でさあ、5戦目です。どうぞよろしくお願いします。まあ、15号の資料新版やよっていう。まあ、そうなんやけどね。まあ、ぶっちゃけ言うと差がそんなに負担にはなってないとこあるから、なんとかな。一発ってところをこう考えて、なんか思ってはいるけどね、もうしてよ、ここまで来たらマジで、意地、やったほうこの走らんでるって、まあ、シワの軽いとこだったらねって感じなんだろうけど、あかんよ、本当に、まあ、ある意味、正直、もういつでもって感じだもん、ね、いつでもって感じ。ちっちゃくなった。なんでちっちゃくなんねん、これ。まあ、元気なのっていう。まあ、健康だけはね、とりあえずってことで、まあ、ちょっとプロバイドが若干、まあ、なんかちょっと疲労というか、まあ、ね、成績重ねていくと、そろそろっていう感じもあるけども、まあ、なんか、ここはしっかり歩けてるよねっていう、まあ、一礼しましたってことで、乗りました。ただの悪口じゃねえか、これ。ハゲとか言わないこれ、今、すごく5センチなんだから。俺な、正直言って納得いってないんだよ、今回。今回の全般的な、まあ、初めてだから仕方ないかもしれないけど。411キロでマイナス2キロ。山下裕樹56キロです。正直納得いってません。見てこうか。なんかね、腰にアンテナがついてますっていう。うん。行こうか。ちょっとね、ファンファーレってことで。佐賀のファンファーレさん。It's happening! いやいやいや、飛んでんねっていう。そもそも生き物だわっていう。吸引粉末剤、翌走るを振りかけてもこれ。本当だよ、これ。なんと、スタートね。そのなんか花切りたいけどこれ。まあ、スタートが終わったよ、これ。いいよ !6 来るな !6 来るなこれなんで来るんだろう、これ、毎回。おい毎回のだのよしみでもって。花譲れよ、これ。そう。譲らんかいと、外田のよしみで譲れよ、ここは。何メートル走るんや、そんな外走らされて。全然いいとこなかった。なんかね、外か内しかないんだよ、だから。譲れよ、そこは。ほら、口割ってる。山下くんほら、口割ってる、これ。ほら、これなんか、どんどん技術上がってるよ、これ、動画の技術。ほら、なんで引っ張るんや、そして。なんで引っ張るんやね、ほんまやでこれ、俺もう、その通りって言いたい、これ。なめろよ、マジで。だったら最初叩くなよっていう。だから、引っ張るなって。なんなんだよ、マジで。わかるだろ、俺の気持ち。4番ユニバースパール1番だから言ったじゃないかよ、これもう引っ張るなって、そこは。2番首のチームと1番光エンジェルの3番手と4番手。ちょっと真剣にあと追って。3番スターブリーズ4番ユニバースパールスターブリーズの方でした。そして4番ユニバースパール、離れては2番栗の地方。すごくもうちょっと真剣最後追ってほしかった。わかる4000円、これバカなして残り30メートルを切ってから、ちょっと VVVV なんちゃかちゃんと確認してくれ。勘弁してくれ。俺がいてよ、これ勘弁してくれよ、マジで。勘弁してくれっと、これ。何これ。見てみよう。ちょっとチェック。何が非常の問題。いや、あれは引っ張ったらあかんねん、55は。俺分かってる。もう俺のゼロマジで。もう俺の俺しかないもん、ほんと、これ。そうよね、やっぱみんなも。激弱なの、棚に飽きて。どうよ。いや、違う。今回の基準には俺は納得いってませんと。まあ、福井先生はそこは厳しくは言ってないけどね。5着あるかな。賞金範囲、5着ある。来い9個。ないよ。57。あ、待ってよ。これ何着？いずれにしても最後の最後の8足切り勝ち。3番スターブリーズ7着でした。あ、7着。体重がこれどんどん減ってるんだけど、大丈夫なのかなこれ。ポッポコポンじゃねえよマジで。これ7着。パフマジかよ。あ、これもうこのままいった方がいいかな。もう戻った方がいいこれ一回。まあいうことでね、ちょっと7着っていう。違う。もっとね、ニコ生の方、知ってたよ。一応まあ55走るときは、ちゃんとやろうかなと思って。予約はしてないけどね。100円かかるんで。普通に配信をしてましたと。もう、なんとかなんないのかなっていう。マジで。せめて馬券にこう、かするとかさ。夢欲しいよねっていう。まあ、いうことで、7着。どんどん下がってるんだけど、これ。なんかもう目に見えて、成績が落ちている。タイムこそ、まあ、どうなんやろか、これ。ちょっとわからんけども。なんだと、マジで。園田のよしみ譲れと言ってる時点で5号終わりだねっていう。バカ野郎、そのどのレベルで戦ってるかぐらい分かるだろうっていう、これ。半妙再開っていうね、どんまいとしか言いようがない、マジ。だからな、5号に競りかけた罰だよ、そんなもん。バカマジで。行かせろと。まず行かせろと。グラフ化してっていう。もうなんか、地を這うようなものだから、意味なくねっていう。ありがとうございます、小松さんってことで。じゃあ、こっち行こうか。かなり、まあ、俺もちょっと結果は知ってるけど、ちょっとダービーの結果は、まあ、ちょっと、杉浦推しとしてはね、ちょっと、まあ、ちょっとショッキングな出来事でしたねと。まあ、みんな見てこう、一緒に。よし、ちょっと読み込み中。まあ、ちょっとパケットがね、あまり残りありませんので、大事に使ってこう。20分、その中20分、絶望的な数字出てますっていうね、これ。杉浦ジョッキー、荒井球手ともに勝てば、あ、こんな V 流れたんだ。おー、珍しい。そういうことですね。もちろん、マイタイさんもダービー制覇となりますね。逆サイドか。あ、分かった、事務所の方だ。今、悠然と本馬場へ向かっていきます。この後、第17回兵庫ダービー、本馬場入場を迎えます。なるほど。まさかな、一番なんか、杉浦君にとっては一番悲しい結果だろうな、本当に。まあちょっと見てない人もいるかもしれないから結論は言わないけど、多分一番悔しい結果だと思うよ。俺もプリンセスカップを思い出したわ。申し訳ないけど。8月26日に新馬勝ちしたのがダービーへ向かう第一歩でした。ジーニアスマーナ、2度目のコンビ長島太郎。ジーニアスマーナってどこの牛舎だっけ？長男牛舎だっけ？新馬勝ちは8月12日。地元の相手には無敗。それがまあめんこもね、杉谷君に揃えてねっていう。23歳。最年少のダービージョッキー。まあせやね。まあかつてのランのポジションだったね。あそこは。結構ね丈夫っていうイメージ。楽しそうだった。まあ気分転換せなな。俺だったらやってられんもマジで。まあ、こういうジョッキーの人たちは精神的にタフだから、そんなね、引きずることはないと思うけど、なんで、さすがやなとは思うけど、でも悔しかったと思うぞ、マジで。3着が競走馬のスタート、唐崎着に敗れて泣いた、水晶の借りを返す、竹丸ビクター、まあね、ちょっとまた雨が降ってしまったのは残念だけどね、今年のダービーも菊水も。10月14日に9馬審査の衝撃デビュー、ジュニアカップの勝ち馬、復活なる看護馬、ディープスカイにハマったな、ディープスカイの 3×3、この馬場をね、どうまあ味方につくかつかないかって考えるとみたいな、みたいなね、みたいね。ちょっとね、まあ、かなり高速馬になってるっていうのは分かってる。最も遅い10月28日デビュー、つまりこの馬より伸びしろの高さ、連脚ハーバー。まあちょっと距離がね、今年2度目のダービー制覇になるのか、金沢の吉原です。金沢から来たんね。4月1日、真夏のデビュー、ランナーを経て、スネアシに2号バイドのライバルとして見てるし、なぜかダービー未勝利の川原翔一です。あ、そうなんだ、ダービー未勝利なんだ、川原さん。6月21日、JRA デビュー、目足に自信あり、リーディングトレーナーが送る、オズバンブルビー、馬も出れたんだから、馬が変わって2勝目が切磋琢磨。そういうレベルじゃないから、マジで。てかもう、でも、ダービー800ぐらいなんだな。5月6日、本別デビュー、チャンピオンシップ、早いんだ。え、早いんだ、マジで、プロバイドより早い。そうだっけっていう。この中ではさ、プロバイドは、まあ、プロバイドの話ですと、逆にそういうなんかお試し的なところは、もう許されないから、許されないから、そうなんですよ、あ、ちなみに、こっちしてもらうことが、マジで、でもまあ結果はなんか、そうだね、俺知ってるけどみたいな、まあ、でも2着、3着以下は分かんないから、どうなんだろう。そういえばサマーセール、今年は5日間開催。マジで生産頭数めっちゃ増えてんだね、そしたら。マジか。ちょっとなんか1日だけでもみたいな。11番、維新西馬、吉村、12番、旗の奇跡、下原の騎乗です。セリツカガンどうすんのって、1日もいけんわ。1日もいけませんけど、ダメだろうな。まだだって会社作ったばっかりだし、こんなところで1週間したら、もう、めっちゃ疲れたろ、マジで。これでこう出たらダメージ出たら当たり前だよっていう。今は、もう、え、何これえ、これ何これ何これまず 1.5 かやったな、マイ大山。やっぱプロバイドもな、やっぱデビューコースもうまくするな、やっぱり、なんていうんだろう、リスクというか、はあったよねっていう。スタートしました、とジーニアスマーの遅れて7番、東京平蔵が後方になりました、ノブタイザンも後方グループ、いいスタートはマイタイザンです、マイタイザン、内から抜けていく杉浦、4番、ブルーウィザード並んでいく、吉原の健脚ハーバー3番手に乗りつきます、11番、エイシン・リシパも2番手グループ、今、単独2番手に押し上げていきます、その後ろに3番の控えられないのかなっていうところだよね、やっぱり。最初のコーナーを迎えました。6番手以下大きく離れまして、水晶2着馬5番竹丸ビクターが中段グループ、12番の旗の奇跡その後ろになりました。10番モズバンブルビー続いて外並んでいく9番のラッツ、34馬身切れて。6番ノブタイザンは後ろから3頭目、1番ジーニアスバーナが後ろから2頭目。まあでもこれが全ても結果物語っていうねっていう。やや縦長となりました。馬場コンディションをも宇宙の決戦となった兵庫ダービー、もうほぼ不良やろな。を背負っている2番のマイタイザンが先手を奪いました。内足沿いを開けています。3頭目あたりを進むような格好になって逃げているマイタイザンの杉浦。耳絞ってるもんな。見てこれ。1番人気、2番人気、馬体が合います。3番手インコースに4番ブルーウィザード。その外に8番の健脚ハーバーが並んでいきます。そして5番の竹丸ビクターじわっと接近していく田中。ずっと疲れてるから。草セーラ中段グレープに12番の旗の奇跡ノブタイザン、ムチが入るがなかなか伸びを欠いているような状況前田さんまだ8馬身ぐらい3コーナーマイタイザン先頭です、そして11番エイシン・ニシパ依然人気2頭の争いか残り400を通過2頭馬体が合っている3番手じわじわ接近5番の竹丸ビクター、その後ろからはインコース3番浅草セーラさらに外から上がってくる9番ラッツエイシン・ニシパが抜けたマイタイザン苦しいか2番手に交代11番エイシン・ニシパ先頭2番手9番夏が上がってくるかマイタイザン盛り返す浅草セーラさらには竹丸ビクターノブタイザン復活かノブタイザン並んでくる。すごいよね。ノブタイザンゴール。ノブタイザン3着には東京平蔵か。ノブタイザン差し切ったか木村。これね、吉村さんもなんかもうちょっとっていうところのね。ノブタイザンが最後の最後伸びてきました。いうところやったけど。が打ち粘っているところへ木村九州。さらに7番東京平蔵も襲いかかってきました。まあレースとしてはいいレースだったけど、本当ねなんか。いろんなこう知ってるジョッキーもいるからやっぱり気持ちとしてね、まあ要さして要さしてさすが木村ジョッキーをそこはもう素直に認めるしかないっていうとは思うけどね。地元戦では負けなしで2歳戦を終えていましたが、3歳になって休み明け2戦は大敗。まあやっぱり後ろにいた馬がそのままね飛んできたというところだけどね、結局はね。吉村さんね、吉村さん、もうなんとかお願いしますみたいな、無理みたいなね、ファンも今回はあまり高い指示は与えていませんでした。まあ、それでも木村ジョッキーのうまさだよ、これは、本当に認めざるを得ない、よりみたいな、800万みたいな、11番、エイシン・ニシパ、もう勝ったと思ったでしょう、ゴール板前、残念、しかし2着、そして東京平蔵追い込んで3着です、9番、夏が4着、3番、浅草聖羅がそのあと、そして5番、竹丸立派、2番のマイ・タイザン、そのあとでした、ノブ・タイザンが見事勝利、これな、ジョッキーは村武史、今年のチャンピオン、それをっていう3歳セダンチャンピオンはこんなん出すよね、映像でジュニアカップを買ったノブタイザン、木村千葉がスポーツこんなん出すようになったよね。ノブタイザンディーブスカイサンクです。前か後ろかどっちかねみたいな。荒井厩舎の管理馬デビューから4勝目、見事勝利、3歳になって初勝利。まあちょっと複雑やな、厩舎も同じ厩舎やからノブも木村騎手見事な勝利でノブタイザンです。ダービー馬に輝きました。メインレースの兵庫ダービー確定までもうしばらくお待ちください。一瞬ね。2016年の兵庫ダービーが終わりました。解説は競馬人気野田義之さんです。いやー本当に白熱した。すごいダービーでしたねこれ。そうですね。60万馬券ですよね。60万馬券大波乱の結果となりました。そうではないけどね。まあここまでに馬をご覧のね、やっぱり光る競馬をっていうところ。でもこれでまた強くなると思うよ。そうですね。まあ力があるのとやっぱり展開が荒れればね、ちょっと厳しいよ。まあなんといっても展開的には1番人気のマイタイザンが逃げて、2番人気のエイシン・ニシパがぴったりマークという展開でしたから、よどみなく流れましたよね。そうですね。まあエイシン・ニシパはもう自分で勝ちに行って、ゴール前まあかわされたんですからね。まあこれは仕方ない展開ですよね。マイタイザンとしてもやはりずっとエイシン・ニシパについてこられる展開でなかなか息が入らなかった。その分もう4コーナーで落ちれなかったですもんね。で後ろで笑っていたのは田中ジョッキーかなともね、あるいは思ったんですよね。私はね、あの1位やったら竹丸かなと思って、木村ジョッキーのこのダービー優勝の記念のサインということ、ガッツポーズと投げキッスも出ました。いやー、ここ6年でダービー5勝ですからね、すごいですね。なかなか勝つまでね、なかったけど、1年空いて、これでダービー3連勝。まさにダービー男、ダービージョッキーですね。そうですね。木村ジョッキー、これから口取りへと向かっていきます。ノブタイザンの復活も800万円だったですね。そうですね。ここまで激変するとね。夏も結構ね、いいとこまで来てたんだけどね、途中まで。そう、当たりに、まあ体が戻ってきてるのは確かなんですけどね。きっちり中身も戻ってきていたと思うので、小野さん的にはね、まあうまく仕上げたということですね。その辺はやっぱり褒めるべきですよね。まさかの勝利よ。ということで、まあノブタイザンが見事ダービー馬に輝いたということになります。スカイの3区、3歳5馬栗毛の馬体、荒井厩舎に移籍をしていたということで、まあ荒井厩舎はマイタイザンと2頭出しだったわけなんです。これはな、もうちょっと本当に結果的にはという形なんですが、マイタイザンが引っ張ったレース、後ろから3番手、レースの流れを作って同僚のノブタイザンが差し切ったと。そうですね。同じ馬主さんですからね。同じ馬主だからね。まあ言っちゃいいんだろうけどさ。はい。で2着エース西川、これも自分から勝ちにいっての2着ですから立派ですよね。それは俺から見ないで7番東京平蔵、これがなんと最高峰から人気薄3着に来ましたね。そうそうそう、だから結局展開向いた馬が来ましたとさ、めでたしめでたしと。だからそういう意味でもやはりレース展開はかなり早かったということなんですね。このまあ馬場もこういう馬場ですし、活動系からいくとね、やはり前半かなりやっぱりペースは早かったんですから継続しますね。ということで、そういう意味では A 心は強いよ。競馬の難しさ、大一番みんなが勝ちたいと思ってレース臨みますから、自然とペースは上がっていく。そんな中で差し切ったのはもう一回競馬できなかったんだろうかというところぐらいかな。オーナーさんですが、ノブタイさんの方が勝利ということになりました。こちらも昨年のジュニアカップの勝ち馬、この時もねしぶといレースをしまして、タイザンの馬主さんだけど、最優秀2歳馬マイタイザンかノブタイさんかどちらかというところ票も結構割れたんですよね。そんな中でマイタイザンが最優秀2歳馬を取ったんですが、まあノブタイザンもいくら下なんか知らないけどね、馬体が大きく減っての6着、前走もようやく復活なるかと期待されたんですが、5頭立ての5着ですね。決して臨戦型は良くなかった。そんな中で陣営がきっちり立て直してきたというところは、これは本当に賞賛に値しますね。そうですね。ほんまに立派ですよ。こういうの見るとやっぱダービー俺も勝ちたいなと思うけどね。初挑戦での初制覇ということになります。ダービーを狙った馬というのは、ダービー5勝目。もうダービー5勝というのは、下原騎手が3勝を挙げているんですが、それをまた突き放すような形でね、ごめんなさい、田中ジョッキーが3勝を挙げているんですが、下原騎手2勝という現役ジョッキーの中では、1回の3で3かけ3でダートでここまでいく、まあちょっとこの今回、展開とか規定とかはあるけども、まあだけどね、今日の馬場でね、ゴール前、あれだけどんでん返しになるとはね、投げしていただきました。それは60万馬券になりますよ。そうですね。これはなかなか取るの難しい馬券だったかもしれませんが、ノブタイザンをこうずっと2歳児から応援していた方は取れたかもしれませんね。そうですね。まあノブタイザンはデビュー前からまあ来年のダービー馬っていう評判は立っとったんです。だから休養さんでねちょっとガクンとこう落ちたですからね。その辺がまあみんな半信半疑だったんですけどね。ですからジュニアカップ一番人気での圧勝でしたし、で復帰してからも菊水賞、その不調がささやかれて3番人気、でも前走は復活期待されて2番人気とね期待集めてましたからね。そんな中での復帰3戦目、見事勝利となったのは武田さんです。木村ジョッキーのこのダービー優勝の記念のサインと、これよく見るやつ、これガッツポーズと投げキッスも出ました。よく見るやつやんこれ、テニスとかなんか錦織とか。関東です。このクラスはさらに上をね、まあ言うと、ミス・ミランダーとか、もうやる前戦ったことなかったり、どこまでいけるかとか大事なんだね、やっぱりこの辺は注目と。スタートしました。結局何、トイトイトイとか出てないのこれ。6番アルセナーレ、好ダッシュを見せています。トイトイトイ出てないんだ。迫っていくのが12番エメンタールベレン、そして7番ミスミランダーですが、ミスミランダー3番。誰がタバやねんってバカやマジで。13番タイニーダンサー。重賞取ってますけど。何を言っちゃってんだよってマジで。4番ブライトリビング、それから5番ディーズプラネット、11番ワカチラ。3コーナーカーブに入ります。縦長の展開でスタンド前直線に出てまいりました。6番のアルセナーレ、先頭ペースを握ります。長いなこの距離は。1馬身半ぐらい離れて、12番のエメンタールベルグが2番手、13番タイニーダンサー3番手、実際どうなんかなって今ね、ちょっとまあ来週ワンターンのレースもあるけども、まあちょっとまだ飯田先生と話してるけどね、先頭は6番のアルセナーレ、1馬身のリードをキープ、12番のエメンタールベルグ2番手、そこが13番タイニーダンサー、さらには7番のミスミランダー、3コーナーのカーブ。前は6番アルセナーレ、並んできた13番タイニーダンサー、4脚を切りました。タイニーダンサーが並んでくる、3番手が食い下がる7番のミスミランダー、これに接近5番のディーズプラネット、4番ブライトリビング、その後ろに直線コース、今度は13番タイニーダンサー先頭に変わった。タイニーダンサー先頭、食い下がる6番のアルセナーレ、並んで迫ってくるミスミランダー、ディーズプラネット、さらには後ろに4番のブライトリビング、堂々突き放した13番タイニーダンサー、2番手には7番ミスミランダーか、内はアルセナーレ、タイニーダンサーダンサー優勝ゴール。強いね。エーデルワイ賞、北海道2歳優秀に続いて関東クソ選手でした。あれだっけ、サウスだっけ。 JRA に移籍後初勝利。まあグランドよな。この関東オークスのタイトルをものにしました第2位ランサー、安城は戸崎圭太騎手、7番ミスミランダー、6番のアルセナーレ、2番手争い接戦、5番のディーズプラネット、4番の久々だっけ。結局なんかね、グランダムね、初戦でなんか戦うかどうかみたいなのが来たもんね。川崎圭が今日のメインレース第11競争第52回関東オークス、13番のタイニーダンサーです。強いな、やっぱ難関の馬ってなんか付きたい方違うのかなっていうね。2番手争いはミスミランダー、アルセナーレ並んで接戦。難しいと。まあ、もちろん中央の方がもっと強いし、調教施設もあるわけだから馬も作れるしっていうね。難しい、難しいなって思うね、本当に。まあ強いよね、本当に。強えなと思う、その一言だよ、本当。これにモダン馬もいるわけだから。スピランダーね、よく頑張ったよね、これね。もともと笠松でしょ。あ、新馬戦、新馬戦か。まあちょっとライバル馬分析とかマジで。髪なかったわ、松永君じゃねえよそれ。髪なかったって、髪ないわって、現在進行形だわっていう。スタートしました。スタートしましたっていうね。もうスタートした瞬間にはい賞金ゲットっていうね。もう抜け出しました。木村騎手、2番手をつけて4番ローランドアイ、並んで2番のチャイムクラン、4馬身離れて3番ドリームデイや5番ベルベリオンです。東京で中間からこれから3コーナー、すんなに離れたビグラセ2100っていうのはなんかちょっと勇気湧くよねっていう。じゃあうちの馬だって外から4番ローランドアイ並んでいきました。3番手インコース2番のチャイムクラン、外5番のベルベリオン大きく離れまして3番ドリームデイヤ、1番のハイブログがまた突き放してこれから直線コース、3馬身ほどの差になりました。4番のローランドアイが懸命に2番手をこらえて、3番手に2番のチャイムクラウンで体勢消したか。1番のハイブログデビュー戦楽勝で今5輪、2着4番ローランドアイ、離れた3着2番チャイムクラウン、5番ベルメリオンが4着、5着に3番ドリームデイヤ、まだまだねこれ人気に応えました。シンバだからもうなんか動きが変だけど、1番ハイブログ堀良平厩舎の管理馬、木村騎手の騎乗でした。新種母馬スマートファルコンの3区。ああスマファルか、ハイブログにスマファル早いね。スマファルいいんだろうな多分。だとはピースデピティ、母の父フレンチデピティという血統です。まあアリウルの代わりみたいな感じよね。今日は馬体重508キロという大の馬体。3着2位っていうピッチで、あ、そうなんだ。まあでもノボジャックやっぱり狙い目は短距離はな。なんだろう、ダービーとか1700とか1800という感じじゃないけど。楽な手応えです。それでも最後4馬身差、余裕の勝利。4番ローランドアイが2着でした。大きくナンバーワン強化のエイシンハリ、プリンスオブウェルステークススタートしました。最後ね残念だった。好スタートを切りました1番エイシンハリ。まあでもエイシンハリね、これであとなんだっけ、天皇賞とカッカで主導は入りと三角形の象徴なんで、まああとはブースで回ってきてくれればねって感じなんじゃないかなエイシン。先頭に立っています。ディープだって。そして2番手に外からランフランコで通り、5番のウエスタンキムがつけてコーナーを回っていきます。インの3番手に3番ザ・グレー・ギャツビー、ジェイミー・スペンサーがつけて、その外4番手、6番の3台のダイヤモンドが行きました。その後インコース5番手に2番のマイドリーン・ボート、アダム・カービー、今日も素足にかけます4番トリスター、ウィリアム・ウィリッツは最高峰の追走です。コーナーを回っていきます。スインディーボトムを過ぎて、ここからゴールまでおよそ22メートル、ひたすら登っていきます。さあ、1番エイシンハリ、日本のエイシンハリ、武豊、リードを2馬身取りました。2番手には5番のウエスタンヒム、その差をまた1馬身半と詰めていきました。そしてインコース、1馬身差3番、ザ・グレー・ギャフィー、G1 西尾馬、ジェイミー・スペンサー、インコースの3番手、その外2人と6番のファミンド、アイルランドの牝馬、G1 西尾馬、ライアン・ムーがお手に、4番手、外目に追走しています。その後2番のマイドリーン・ゴース、アダム・カービー、最高峰4番のトリスター、ウィリアム・ウィリッツ、最終コーナーに向かってひたすら登っていきます。かっても同じ泳心3ですけど、リードが体半分、まもなく最終コーナーにかかります。2番手体半分差、5番のウエスタンヒル、1番手マイペースでいけてる感じがあるんですよね。ザ・グレイ・ギャッピー、最終コーナーを回って直線コースに入りました。バグは全くの1だ。さあ1番泳心2人、柿豊が追い出して先頭残り400を切りました。差を詰めていく。離れた外から6番のファンドライアン・ムーは2頭の間を割ろうという3番ザ・グレイ・ギャッピー、先頭変わった6番のファンド、ファンドが先頭に変わった。そして離れた外から2番のマインドリールボースが追ってきた。この2頭外離れて追い比べ、レイシーカルダ今5番手に下がっている。さあ打ち出しという6番のファンド、離れた外2番のマインドリールボート、その2頭が内外離れた、内外離れてゴールイン。その後には新3馬身相手5番のウエスタンヒル3着。レイシー光は直線飲み込まれてしまいました。残念。まあでもね、圧勝したわけだから自分だけどね、ちょっとまあ村っぽいところもあるし、まあこんなもんだよなっていう。この2頭の争いとなりました。その後は離れて5番のウエスタンヒルが3着、そして3番ザ・グレイ・ギャッピー、これが4番手か。その後1番のエイシン光、4番トリスター、5着争いという格好に見えました。なんとなんと2番のマイドリームボート、伏兵、2番のマイドリームボート、この馬がプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスを制しました。いや、だから新馬主体よ、新馬が、まあ、走ってくれればもちろんいくさっていう、全額ぶち込んでやるよ、そんなもん。まあそんな感じで急に現実持った差が2レースってことで、まあちょっとね、なんつうの、ちょっとまあいろいろ、その兵庫ダービーの結果も、まあ割とこうショックというか、まあマジか、厳しいなっていう、ところは感じたよね。杉浦君推しとしては。まあここはもう本当ちょっと論外な感じはするけども。まあでもこれが厳しいだよな、本当。スマイルと当主のマック赤坂さんが都知事選出るって言って、もう風物詩ですね。1、2、スマイルっていう人やろ。知ってる知ってる。なんかね、親近感感じるけど、まあ正直関連性ありませんので、はい。別に選挙運動もしませんけど、はい。今多少お金に余裕ないよ、全然。会社作ったばっかりだから全くないけど、まあ、シンバ勝てばね、100万単位でごっそり入るから、それでもうぶち込んでやろうっていう、まあ、去年と一緒だよ、だから、佐賀の3敗はあと何レースで見切るのか、誰が3敗やねんっていう、まあ、もうね、佐賀、もう言ってしまうと、佐賀は健康であれば、なんとかなる、健康であればね、だからもう、頑張ってほしいなとは思ってるよ、なんとか頑張ってほしいと。なんでまあ、言ったらね、今回も3頭逃げましたと、そのうちの2頭がいなければ勝ってたかもしれないっていうね、その時が来るのをただただ待つだけって、それでもダメだったらもうその時また考えるよ、もう。でも俺が乗る、最後は。それは決めてる。最後は俺が乗る。で、俺がもう勝たせる。それ勝てなかったらもうごめんなさいよ、本当に。俺が悪かった、すいませんでしたって言うけど、最後俺乗させて、ちゃんと減量もするから、それでもう、結論出そう。やっぱそこまでやらんと、なんか、やりきった感がないよね。ジェヌインと。本当にお前は馬主として55に対して全てやりきったかと、いうのが、言えませんので、健康であればってことはもう勝つことは諦めたい。いや、そうではないけども、健康であれば使えるから、使ってればいつか勝つかなっていう、そういうこと。だから別に諦めたわけではないよ。でも、やれることは全部やりたいよねっていう気持ち、はありますよねと。そうそうそう。なので、もうちょっとなんとか、頑張れないかなと。まあな、やっぱ体重もなんかもうどんどん減ってくしな、これ。これ何キロだったっけ、もともと。430ぐらいなかったっけ。一頭立てで、なんだこれ、阿蘇高原あたりでレースしようって、もうそれ一頭立てただの放牧じゃねえかよ、これ。ただの放牧だわっていう、それ。そうそうそう。まあ、でもこのステージっていうのはね、まあ、ゴーゴーにとっては、まあ、生まれが同じでもみたいなところもあるけども、うん、ただまあ、よくこの馬を打ったよな、栄心、マジで、それでこんなん走ってね、俺、世界一とか言われても、マジちょっと、人間性疑うレベルだわっていう。こういう馬主だけにはなりたくないと俺は思ってる、マジで。そこだけは強く思うけどね。俺は人を騙してまで人にダバを押し付けるようなことはしません。それだけは思うよ、マジで。うん、先週、伊田厩舎の勝ちくらなし、2016年、毎週勝ったの残念。あ、そうなんだ。ね、ちょっとうちの馬、ね、ちょっと貢献しなきゃって感じだけど、ちょっとあんま出てないからね、そういう意味では。そうそう。今更だけど、なんで55買ったのってね、ほんとまあ今更感もあるし、俺もなんで買ったのかよくわからない。まあ、厩舎が進めたっていうのもあるけども、まあちょっとね、まあこの辺も二度と同じ間違いはしないっていうこと、うん。で、しっかりと、まあその反省生かそうかなとは思ってるけど、はっきり言っちゃ勝つことは無理だろう、ダート400とかならまだましもって。まあ、佐賀はね、900っていうのがあるから、そのどういう仕組みでその900メートル走れるかは分かんないけど、まだなんかその、ないことはないっていう。うん。そうそう。ダーバーはいつまで走らせるのだから、俺が乗る、最後は。うん。もうそれで決着つけようと。うん。いうとこだよ。そうそうそう。うん、それは、やらせて。うん。そこまではねっていう。うん。なんで、まあ、できれば、もうしばらく待ってくれと、俺がちゃんと乗れるようになるまでっていう、うん、訴え師もここまで弱いとは思わんかったのかなっていう、分からん、まあ、弱いと思ったから売ったんじゃないかなっていう、少なくとも栄心西馬や栄心光と比べて弱いと思ったから売ったんじゃない、うん、そうそう、栄心だけは悪いじゃないだろう、橋本という詐欺師も一つかんですし、まあ、だからそこはもう商売だから、栄心さんとね、俺を比べたら、もうそれはもう責められないよ。どっちやと、取るんだったらっていう。うん、だ俺がビッグにならなきゃいかん。そのオファーを出した方を恨むべきだよ、それだったら。うん、だから何としてでも俺は絶対馬主としてもビッグになるし、絶対栄心を超えてみせる、マジで。栄心を G1 で破ってみせる。G1 というか重賞でね、地元の。うん、今のところまだその重賞では会ってないから、まあ、牝馬はそもそもあんまいないのかな、そんなないから、いずれ、まあそういうでっかい舞台で、栄心を破ってみせる、マジで。うん、そこは、ちゃんとやらなきゃっていう。橋本は怖いっていう。うん、まあ別に怖くはないけど、ただまあちゃんとね、ちゃんとした付き合いが俺ができてなかったから、まあそういうダバを回されるよねっていう。それはだから俺の不徳の致すところだよ。うん、ちゃんと頑張んなきゃっていう。もうそれだけ、マジで。うん、だからもう積み上げよう。だから俺もやっとね、重賞取れるようになって、でもそのお金でいい馬を入れて、今年もその馬たちが走ると、このスパイラルを描いて、もう重賞常連ですねと言われるようになれば、逆にもうね、いい馬がどんどん回ってくるから、マジで。チンポと人間性はスモールなのに、やかましいわみたいな。俺のチンポ関係ねえだろっていう、これ。そうそうそう。なんでもうそこは、もうやるしかないんだよ、ほんと。もう文句言ってても、ね、ブツブツなんか愚痴を言ってても、全然それは、何の進歩にもならないから。うん。だからそこは、俺の力が足りなかったねと、馬も見る目もないし、いい馬を紹介してもらえる、なんだろう、器もうないよねっていう。うん、ただ今はもう違うよねと。実績も積んだし、やっぱり、ここから一歩一歩前に踏み出せるはずだし、もちろん JRM 行くし、その時に見返してやればいいじゃないって。栄心含めて、うん、プロバイダー金曜ナイターって今のところ予定ではね、24日の予定、そうそうそう。なんで、まあもうちょっと、多分水曜日発表だっけ、なんで、そこまでちょっとね、お待ちくださいって感じなんだけど、そうそうそう。まあちょっとね、だから、俺的にはね、ワンターンのレースもありかなと思ってんだけどな、飯田先生はやっぱりあんまり乗り気じゃないんだよねっていう。うん、俺的にはもうなんかもう線に使ったから、もうここからもうビュンビュンの馬に仕上げる。要はみーちゃんのね、やっぱ路線、で行きたいなと。しかも筋量がさ、52で走れるって絶対有利だよね、これマジで。4キロマイナスよ。3キロかな、ちょっとわかんないけど。で、もう今3頭よ、これ。コーチの馬が3頭いるだけ。うん。まあこのね、喝采は強いけど、他別に普通にね、大したことないから、喝采がこれ除外というかもうね、出ないってなったら、いいよねっていう。JRA に笑われると。笑いたければ笑うがいいさっていう。俺が地方やってても、もともとは笑ってるやつばっかりだったよ。ただ、俺がもう笑い返してやる立場に行くから、そのステージまで上がってやるよっていう。笑いたいやつは今のうち笑っとけ、そのうち笑えなくなるからマジで。JRA すげえなと。関心の眼差しに変わることでしょう。マジで。JRA 交流は別に、まあ交流はもう出たし、それでね、なんだろう。特別指定交流、だからプロバイドで出たよねと。だからそこはもう達成したと。次のステップよ。ちゃんと俺が資格を取って勝負服をね、自分の勝負服で行くというのが、大事じゃないかなっていう。そういうことよ。ゲートがな、最近遅いから。まあ確かにそれもあるんだよな。ゲート遅いから820はちょっとね、もう致命傷だから、まああんまっちゃあんまやな、そういう意味では。あとなんか、なんていうのあとね、折り合いも最近あんま良くないっていう。だからもうどっちもどっちやなみたいな。まあ壊れるわって。まあ確かにそこもある。だからあんまりね、820激しいから、でもな、52はな、ってなるんだけどね。じゃあ次どこ目指していくよっていうのもあるんだけど。ワンタンが悪いわけじゃないけど、プロチンポは二の足が遅いから、コバーに820は向いてないやろっていう。そうかな。でもこれマイナス52キロで走れるわけよ、これ。相当強くないっていう、と思うけどっていう。そうなあ、有利だろっていう、単純に。57対52を5キロ違う、5キロ。これでかくないって言いまして。マスクロキに借金返してた。こっちが返される方だろって何度も言うけど、これ。俺が返してもらう方だよっていう。喝采は強い。でもこのな、逆に言おう、立場から来てる、じゃあ馬に、おめおめと、じゃあ渡すんですかっていう事務所を。そこよ、そこ、マジで。中田部の登録も通るし、これ。でも、飯田先生が出したくなさそうだったな。まあ、そこはあんまりね、俺も、その飯田先生のね、なんか方針を蹴ってまで出したいかって別にそこまでじゃないから。じゃあ、どこ目指すよっていう感じなんだけどね、次。そうだ、3歳 JRA コリアだろ、1着110万っていう。あ、そうなんだ。でもね、どうだっけな。結局ね、金量背負わされると思うんだよな。違ったっけ？てか、今も一緒か。金量背負わされるのが嫌なんで、そう。だから、そこをね、俺も言ってんだよ。これ、なんか、ちょっと俺もね、仕組みはよく分かってないんだけど、どう見るんやっけ？ちょっと見方が分からん。なんかね、その、ルールがよく分からんのよ。だから、金曜の1004も出るからには人気で勝たんといかん感じもあるし、難しいし、金量背負わされるよ。だから、どこだっけ ?JRA 交流って。ちょっと待ってよ、番組を見てみるか。どれだっけベース、番組。まだ中央芝の方が目がありそうっていう。だから中央芝は全然狙うんだけど、ないんだもんだって今。近い競馬場が。そもそも、阪神ももう終わるし。でも秋までないんだから、使うものが。これかな今20だから。3歳でしょこれやね、多分。これ。なんてかね、P別定って何？ P 別定。3歳クラスの混合競争の負担重量は、下位クラスの馬をバレー定量から1キロ減量するって。ちょっとよくわからなかった。P 別定って。これかなこれか、別定表。あ、これか、ポイント別定表あった。これ4歳以上競争って書いてあるけど、これ。P、わからん。ちょっとね、僕わかんないです、これ。ポイント別定、これかなあ、これだ。プラス2とかあるんだけど、これ。もう相当うざい、これ。これで背負わされるんだよ。プラス1とかプラス2。プラス2はないかもしんないけど、多分ね、場合によってはある、プラス2も。この別定がうざいんよ、マジで。ポイントいくつ？見ればわかるか。見ればわかる、これ。スマイルプロバイド。スマイル、ちょっと待ってよ。プロバイド。あった。9。666。ロッパ危な、これちょっと。もうプラス2になるとこや、これ。でもプラス1よ、だから。これがな、もう、痛いんよ。マジで。そうそう、まだ、ポイントベット、ポイントベット、ポイントベット、プラス1。もう一回勝ったらもうプラス2やもん、これ。こんなん出られへんやん、だって。リームだよ、リーム。そうそうそう。なんで、ちょっと厳しいんですよ。だから使うものがね、ないんだよ、本当に。だったら52の小馬戦のが良くなくねって。別に普通だよな、俺言ってること。これ、ピーベって。せめてプラマイゼロ出してくれちゃだったらね。そこを言ってるんだよ。54、だから55よ、55。55を制圧。今まで金量増えた時って全部ボロ負けしてるから、まあ17だけどね、たまたま。名古屋競輪に移籍させればいい。なんで名古屋競輪やねん、だから。もう馬です、これ。競馬ですっていう。そうそうそう。なんで、ここかなぁ。非常に厳しいです。マジで。非常に厳しい。このプラス1でかい。結構ね、プロバイド多分だけど、金量結構気にするタイプなんよ。言っちゃうと。だから逆に俺は、プラス1で終わらせるんだったら、そもそもね、これマイナス 4? マイナス3か。マイナス3キロでかくねっていう。まあ、3歳限定があるうちにはね、ナイターはどうなんだ。限定、どうなんかなこれ。これ、しかもな、これ、まあ、不成立になったら別にもう、悩みどころも何もないんだけど、そうそうそうこれか、JRA 交流。まあ、こっち、確かにね、こっちでもいいよねってのあるね。確かに。これ、井田先生どうなんだろうな、これ。交流、確かにね、そういう意味では、こっちでもいいよねっていう。まあまあ、相手が強いのかもしらんけど。これだとどうなんの金量は。金剛山特別。いや、その他 FC は強敵だらけだよっていう。いや、でも、まあ、喝采だけじゃねっていう。プーちゃん、7勝すると B クラススタートじゃないのって。あ、B なのマジでっていう。ちょっとわからんけどね。そうそうそう。こっちでもいいよねっていう。万全であれば別にこっちでいいんだけど、まあでも相手関係か。まあちょっと、その楽に、まあ勝てる感じじゃないと思うけどな。多分これ何もついてないから、定量なんじゃない？リーベってついてないから多分定量だと思う。てかまあそういうのしか使えなくなるよねっていう。そうそうそう。まあまあ、で、まあ、今週か来週かっていうと、ちょっと天気見てみようか。天気、園田。ちょっと見てみよう。今週は雨なんよ。がっつり。これはいいでしょうと。ね。雨、雨、雨と。なんで、そういう意味では、まあまあ今週なんよね。プロバイド、まあ、向きの馬場ですよねと。まあ今週でしょうと。ここまでまあ待って雨が残るかどうかっていうところのリスクを考えると、まあ普通にこっちの方が、まあ相手関係もあるけどね。まあ調整も兼ねてみたいなノリでいけばいいかなと。で、まあ戻しながら、また次のレースも使いのみたいな。でもいいかなとは思うんだけどね。ぶっちゃけ。そうそうそう。どうやろうか。一応シュタルク、ね、入ってますっていう。シュプレムどこ行ったんだ？シュプレムなんで入ってないんやっていう。そうそうそう。とにかく久々の勝利を見たいわって。まあ、そうやねっていう。ちょっとまあ、ずっとね、まあ、負けが、まあ、やってる相手が強いんだけどね、もう。だそれは仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、まあ、ここでちょっとね、一発やっぱ勝っとかないと、まあ、格好がつかないし、地元のファンの皆さんにね、ちゃんと、顔向けしないとと、そうそうそう。なので、まあ、しばらくのね、デビューも楽しみではあるけども、まずはプロバイドでしょうと。この辺上位に、ね、2頭、3頭と並べるぐらいになればね、そうそうまあ、この辺はだから、あれか、もう P 別定には出てこれないと。頭の奇跡って何こんなポイント高いのこれ。そうそうそう。アップルバイで優先がついてれば、なんでだろうよくわかんないけど。なんか優先がついてる。その前、単勝2万いって、参拝して泣きそうになったが、今回大丈夫そうっていう。まあちょっとね、1007で2万いくのはちょっとごめんねって感じはするけども。まあ今度は、どうやらな。まあ相手関係にもよると思うけどね。相手関係にもよるけど、どの辺が出てくるブルービザードとか出るのかな。最近これどうブルービザードとか。結構強いよね。1004だと割と強い印象。まあ村上さんの前から結構堅実にね、来ると思うけど。あ、兵庫ダビ出てたんだ。全然気づかなかった。じゃあ、まあ上位の馬はほとんどいないんじゃないかなと思うんだけどね、見客も。エクスペクトパレスとかは、どうなのかな。なんかこの辺強いっていう話だけど、その後結構ね、っていうのはあったけど。まあまあまあ、でもそんな感じだと思うよ。まあちょっとね、まあ、どんな相手になるかは多分水曜日出るんで、その時またお届けしたいと思います。ということで。はい、じゃあエンディング流します。はい、ということで今日は、午後の反省会でございましたってことでね、まあちょっとね、いいところがないね。ない。7着ってことで、どうしようかと。どうしようか、マジで。つらいね、見てて。もうでもな、やっぱもうちょっと、まあジョッキーも、まあ、慣れてもらったらもう少し変わるのかなっていう、追うのか控えるのか、もう、なあ、発揮してくれと。いうのは、まあ、苦言を呈するところであります。まあ、ただ、まあ、初めてだったらしゃあないから、次のレースで同じことすんなよというところかな。まあ、ね、久慈先生には、ね、お願いしますというところを伝えて、まあ、実装を頑張ってほしいなと思っておりますということで、まあ、41戦、まあ、未勝利ということで、なんとかしてやりたいんだけどな。競走馬として生まれたからには、やっぱり一勝。やっぱ名を残すというところをね、なんとかしてもらいたいなと思ってるし、そこはやっぱり、まあ現役であればね、いつかチャンス回ってくるという気持ちもあるから、なんとかね、まあ逃げられる、短期逃げっていう、まだ一回もできてないからね、そういう意味では。短期逃げ、ブリンカーつけてもいいからね、短期逃げが、まあ、できるように、少しね、ここは待とう。またね、1週間、2週間後か、中1週で走ると思いますんでね、その時は応援よろしくお願いしますと。あとはね、今週末、金曜日ナイターで、プロバイド走りますので、またね、出走情報等を含めて、配信しますので、よかったら聞いてください。はい、馬の情報ツイッターに流します。配信情報ツイッターに流しますんで、よかったら見てください。こんな感じで今日は終わります。どうもありがとうございました。